ということでね、盛岡の7レース、今日のね、メイン競争 M2、ダートの 1000m、ターフって言ったよねって感じで、まあ、走路不良により、今年のですね、まあ、残りの2開催のダート、これが2日間のね、盛岡でのダートが、芝がですね、ダートに変更になるっていう発表がなされてですね、このレース名でダートでやると。まあ、もちろんね、ターフってついてるからこういう時には悪目立ちするけれども、まあちょっと雨降ったぐらいでね、比較的すぐに盛岡の芝ってダート変更されるんで、まああんまりこう変更されてることに驚きがないっていうか、当日始まってみてからダートみたいな例もあるんでね、まああれなんですけども、まあ、ダートって点を念頭に置いてこんな感じでいきたいと思います。まあ、10番のプリモジョーカー、こちらを軸に、まあ、川崎のダート900m を、ね、連続して使われているまで、まあ、1000m までの超短距離路線っていう意味ではね、まあ、一番持ち時計、川崎ダートで、ね、の、ね、900を使われてきている馬たちの中でも一番、ね、今回の出走馬の中で、まあ、持ち時計がいい馬ということで、まあ、勝ちきれないという感じではありますが、時計面での評価で一番手ということにしたいと思います。まあ、そして、エイシンプラン、1番ですね。まあ、川崎ダート900で連勝中の馬。ただね、まあ、それでも時計的には 0.5 秒、1秒、2、3馬身、プリモジョーカーの方がいい時計で走ってますから、まあ、勝ちきれる、勝ちきれないっていうよりは力の差で、こっちは紐までの評価でいきたいと思います。まあ、そして、7番のネクサスエッジ。まあ、金沢遺跡初戦大敗してます。まあ、ただ、連投でここに出てきたってことを考えると、まあ、規定かなんかでね、関所線から他地区への遠征するのどうなんみたいなルールがあるとすれば、まあ、はいはい、分かりました、出ときますよ、ピュンみたいな感じで適当に走ってきて、ここが勝負みたいなこともあるかもしれないなというふうには思います。まあ、そして9番のマヒナライズ、まあ、前走ね、前哨戦、芝の 1000m 戦で勝利を収めております。まあ、今回ね、ダートに変わってはしまいますが、まあ、一応ね、前走勝ってるということで、ここを目標の調整かなということで狙っていこうと思います。まあ、そして11番のエコロテッチャン。まあ、これもね、前々走ですね、芝の 1000m で勝ってる馬ですね。まあ、前走ね、ダートでも好走を見せていて、まあ、どっちにしてもということでね、入れておいて、まあ、今回はこういった形でいきたいと思います。まあ、今日の G1、フェガム、菊花賞はね、メインチャンネル、フェガム TV の方でまずお楽しみください。その他ものものこちらでね、まあ、地方重賞の方も全部やるつもりでやってますんでね、まあ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。